はい、今回は第96回ということになりますね。それでは入ってみましょうか。ちょっと話が飛びます。話がですね、ちょっと内容が飛んで、途中こういろいろこうなんか CEO が変わって、その後あのジョブズがアップル社を追われて単独で行って、なんかピクサーや作っていろいろな話があるんですけども、それはちょっとこれあまりにも長くなるので、そこは端折ってですね、今回はアップルに戻ってきて、アップルを立て直して、その時に、ジョブズがね考えたことがこうだと。 There are no tech stores in the mall, and Johnson explained why. The conventional wisdom was that a consumer, when making a major and infrequent purchase such as a computer, would be willing to drive to a less convenientlocation where the rent would be cheaper. で、これはあのあれですよね。アップルストアができる前の話なんですよね。このモールにはテックストアがなかったって書いてますよね。ショッピングモールにはこうコンピューター売ってるとこがなかったんですね、当時。で、ジョンソンというアップルの人が説明するには、コンベンショナルウィズダムっていうのはこの、まあ、社会的通念っていうんですか、一般的に考えられて信じられて考えられていることは、消費者っていうのは大きくて、そしてインフレ感とそんなに頻繁でない買い物、例えばコンピューターっていうね、ちょっとお金がかかるようなものを当時にしたらを買うときには、消費者は喜んで less convenient location、 まあちょっと離れたところまで行くと。だからショッピングモールでなくてもいいわけですね。そこでは rent would be cheaper、 当然まあ、その場所代が安いということで、まあ、コンピューターにモールに置くと、モールって結構ね場所がいいですから、賃貸料が高くなりますよね。だから大体コンピューターが好きな人ってそんなコンピューター当時は頻繁に買うものじゃなかったから、まあ遠いところのアウトレットでも買わなかった。ジョブズ disagreed。 ところがジョブズはそれそういう考えに反対だったんですね。 Apple stores should be in malls and on main streets in areas with a lot of foot traffic no matter how expensive。アップルストアはモールでなきゃいけない、メインストリートでなきゃいけないってことは、ものすごくお金かかるところですね。特に in areas with a lot of foot traffic。 foot traffic ってのは、その人の行き来が非常に多いところに作らなきゃいけない。 No matter how expensive、 どんなにお金がかかってもいいからという、まあこれね、経営者とすれば頭痛いところですよね。ジョブズがこういうことを言うとね、当然当時の他の人たちとぶつかりますよね。そんなことで、そんなことでお金費やしてどうするんだと。で、今までこんなことやったことない人、人にもいないと。そのアップルの専門店を作るなんていうのは、コンピューターは郊外のそういったちょっとね、アウトレット的なところで買うのが普通だったのが、いや違うと、アップル専用の店を作るんだと。そのドーンと、もうメインストリートのところでショッピングモールで人がいっぱい来るところ、もう家賃がもうめちゃめちゃ高いところ、賃貸料がもういくら高くても構わないんだっていう、この発想がやっぱりすごいですよね。ただじゃないです、ただもんじゃないですよね。やっぱり今ではもうアップストア当たり前になってますけどね。